はい、速稼塾の久保でございます。今日はね、一蘭カップラーメン、これ実はですね590円だったかな、結構するんですよ。高いでしょ。しかも今品薄で手に入らないんですね。ということでメルカリで1000円で買いました。すでにですね、一蘭のカップラーメンよりも一蘭っていうお店の方に行って食べた方が安いんじゃないかなって説もあるんですけども、私の住んでるところにはね店がないんですよ。まあ、広島市内に住んでた頃はねあったんですけどね、ちょっと今はね隠居して町を離れておりますんで、ラーメン屋すらございません。はい、ということでカップラーメン、貴重なものですからこれからいただこうと思います。いただきます。はい、中身なんですけども、こう3つねスープの袋が入ってるんですけども、いずれもお召し上がりの直前に蓋の上で温めて、お召し上がりの前に、そしてお召し上がりの前にということで、3つとも食べる直前にもうお湯ができてね、ほぐれてから入れるようになりますね。じゃあ後入れということで、最初にお湯を入れていこうかと思いますね。はい、ではお湯をジャーッと注ぎます。初めての一覧楽しみですね。こうやってスープを上に置けばいいのかな。はい、じゃあ時間が経ちましたので入れていきますね。最後にこの C ですね。 C、ABC って書いてある。はい、じゃあ混ぜて、こうね、あったかいのが混ざりました。じゃあいただきます。確かに美味しいんですけど、一風堂の方が好きですね、これはね。あ、でも美味しいですね。まあ、1000円出して食べる味かと言えば、まあ味かもしれない。まあ貴重品ですからね。まあ1000円のカップラーメンは初めてですよ。うん、まあ皆さんも、まあ食べれるタイミングがあったらこれね食べてみた方がいいですね。うん、でもね、一風堂の方が好みかな。これは好みの問題ですね。もうよくこれ一蘭の味を再現しましたよね。すごいと思いますよ。ではいただきます。